こんにちは、ボイスピークチャンネルですアシスタントのちっこいのです今日はアニメなどの感情のこもったセリフは AI 音声で再現できるのかということをテーマに動画をお届けしたいと思いますわーい、何のアニメやるの天空の城ラクタの見ろ、人がゴミのようだ、ですえー、私絶対向いてないじゃんまあそれぞれに得意不得意はありますからね ボイスピークに収録されている7キャラクターで棒読みしてみてまずは声質から才能を見ていきましょうそれでは7人順番にどうぞ「見ろ人がゴミのようだ見ろ人がゴミのようだ見ろ人がゴミのようだ見ろ人がゴゴミミののよよううだ。だ。人人ががゴミのようだ」 見ろ、人がゴミのようだ最後にみんなで見ろ、人がゴミのようだなんで最後一緒にやらせたのなんとなくノリでそしてあなたはやっぱり向いてなさそうねうう本命は男性3番のヒイラギさんをベースにしたボイスかな一応この先ヒイラギさんボイスを中心に調整していきますねまず現時点の棒読み段階では ボイスピーク上ではこういう画面になってるんですよね。ただ、感情のあるセリフを読ませる前提だと、これあんまり良くないんですよね。なぜかといえばアニメなどの極端なセリフって、同じ一文の中でも結構感情に変化があるんです。例えば今回扱う、見ろ、人がゴミのようだ、でも全体的に優越を感じる表現になっていますが、ゴミの、の部分では特にそれが強く感じます。 一文にして引っ付けてしまうと AI 音声ではそこの調整はできませんですので切り分けてこのように編集していきます 今回は分かりやすくするために細かく刻みましたが最初はつなげたまま調整してみてもう少し表現したい部分があるとなった時に必要に応じて切り分けると良いと思います今回もそうした形でやっていこうと思いますさてムスカ大佐って悪役感が強いので低いボイスだと思いきや改めて聞いてみると思ったよりピッチが高いんですよね男性3番のイさんベースボイスボは、 アニメの悪役表現には向いてそうな声な一方かなりピッチが低いのでまずはそこを上げてみます人人人人ががががゴゴゴゴミミミミののののよよよよううううだ。見ろ人がゴミのようだ。見ろ人がゴミのようだ。見ろ人がゴミのようだ。後で調整するかもしれませんがとりあえずピッチはプラス100くらいで調整していこうと思います。 さて、て次は感情表現を入れていきます。やはり優越の感情を表すにはまずは「楽しみ」のパラメーターを「上げるのが良い」と思うんですよね。他は何もいじらず「楽しみ」のパラメーターを「30」「60」「100」で試してみます「見ろ」「人がゴミのようだ」。 見ろ、人がゴミのようだ。見ろ、人がゴミのようだ。あ、これマックスにした時が絶対近いですね。大佐相当楽しんでたんだな。イントネーションがむちゃくちゃですが、まずは感情を優先して気にせずやっていきます。別に大佐は、このセリフの時に怒りや悲しみは抱いていないと思うんですが、 複雑な感情を表すときにはそういうのもメインの感情以外にも入れてあげると近づくことがありますこればっかりはいろいろ試していかないとしっくりくるものが見つからないんですがちょっといろいろいじってみましょう見ろ人がゴミのようだ。 見ろ、人がゴミのようだ。見ろ、人がゴミのようだ。見ろ、人がゴミのようだ。 見ろ人がゴミのようだ見ろ人がゴミのようだこのような感じで楽しんでそうな時も他のパラメーターもいじってあげるとアニメっぽい表現になるんですよねただムスカ大佐の優越感はさすがに独特で。 それを表現するのは相当難しそうだなとも感じましたそれではセリフの方もイントネーションなどをいじっていきましょうまず最初に気になるのは「ミロの部分ですね正確には「みろ」って感じなんですがボイスピークでは伸ばし棒は使えないので代わりに「みろ」と「を」お読みに追加してあげましょう そしてイントネーションの方も変更していきますね。見ろ。人がゴミのような。他の部分も同様に変更していきます。変更作業がちょっと長いので、 動画はカットして最終結果だけ、画像で載せておきますね。今のところこんな感じになっております。見ろ、人がゴミのようだ。後半部分は結構いい感じになってきました。あくまでも雰囲気や感情表現の話で、声質を寄せるのはやはり厳しそうですけどね。ただ、前半のミロの部分は、どうしても前後のつながりで、いい感じにならないので。 冒頭で言ったように切り離して編集しますアクセントなども変更していきここからはちょうどいいと思える表現をパラメーターを少しずつずらしながら色々試していきますさすがにここも全部動画にするととても退屈なものになるのでカットして最終結果だけお見せしますね それでは、大佐どうぞ。見ろ、人がゴミのようだ。うん、ぶっちゃけ全然別物だよね。途中からそんな気はしてたけど。正直、私にはこれが限界でした。アニメのセリフっぽい感じや、感情表現はうまくいってるんですが、息ス大佐感はありませんね。だからこそ、声優のバリエーションを いろいろ収録しているのかもしれませんボイスピークをはじめとしてボイスロイド系のソフトは大体がクリアなボイスなので鼻にかかった声やダミ声などの特徴的な声は再現しにくいのです名作アニメのセリフは再現できるのかってお題で再現できませんでしたって結論はいいのかな視聴者は怒っているぞで、できるとは言っていませんし それに一部それっぽくなってる部分もあったじゃないですか。ということで今回は必ずしもうまくいきませんでしたがこれからもボイスピークを使ってボイスロイドの限界を探っていきたいと思います。お題や感想などを含めてご興味のあることはどしどしコメントいただければと思います。また高評価やチャンネル登録も励みになっておりますのでぜひよろしくお願いいたしますね。あ また勝手に締めようとしてるそれ私の役割だって言ってるのにそれではまた次の動画でバルス